ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近結構、太陽系外惑星のことをテーマにしてるわよね。ああ、まあそうだな。太陽系惑星についてはもう動画にしてあるしな。太陽系外惑星も面白いだろ。それもそうね。最近、太陽系外惑星にもかなり詳しくなったと思うのよね。ほう、本当か？自信はあるわよ。まだまだ知らない惑星がいっぱいだと思うぜ。望むところよ。じゃあ今回は特徴的な太陽系外惑星7000について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。まず最初に解説していくのは、太陽以外の恒星の周囲を公転する惑星として初めて発見された太陽系外惑星である、ペガスス座51番星 B だ。地球からの距離は約50光年ほどだぜ。それはどんな惑星なの？ペガスス座51番星 B はペガスス座51番星を主星として公転している。発見当初は金属や岩石などで構成された地球型惑星であると考えられていたみたいだが、現在では巨大ガス惑星、つまりガスで構成された木星型惑星であると推定されているぜ。非常に恒星からも近いことが特徴的だな。どれくらい近いの？主星から 0.05 天文単位という超近距離を公転している。つまり、太陽から地球の距離の 5% 程度、約150万 km ほどだ。めちゃくちゃ近いじゃない。それゆえにペガスス座51番星 B は典型的なホットジュピターであると考えられているぜ。ホットジュピター？ホットジュピターっていうのは木星ほどの質量を持つガス惑星であり、主星の恒星から非常に近い距離を公転している太陽系外惑星の分類の一つだ。恒星からほど近くを回っているため、表面温度が非常に高くなっているぞ。日本語では灼熱巨大惑星と表記される場合もある。そんなに熱いのね。肝心のペガスス座51番星 B の表面は約1000度にまで加熱されているらしいぜ。1000度？1000度といえば銀河液体になり、亜鉛が蒸発する温度でもあるな。とんでもない温度ね。そして、これはホットジュピターに見られる特徴でもあるんだが、ペガスス座51番星 B は主星から強烈な潮汐力の影響で、主星に対して常に同じ面を向けていると考えられているぜ。珍しい特性ね。月が地球に対して同じ面を向けているのと同じようなもんだ。へぇ？月の特性と同じような感じなのね。1995年に初めて科学誌で発見が報告され、2019年には発見者がノーベル物理学賞を受賞しているぜ。じゃあ、私にもチャンスはあるのね。なんのだ？ノーベル賞よ。私も新しい星を見つけてノーベル賞を受賞してみせるわ。おお、頑張れよ。次に紹介する太陽系外惑星は、直接撮影された初めての系外惑星の一つとして認識されているフォーマルハウト B だ。直接撮影って？直接撮像法という太陽系外惑星の検出方法の一つだ。惑星よりも数桁明るい恒星の光をマスクで覆い隠して、恒星のすぐ近くにある暗い惑星を撮像観測または分光観測する方法だぜ。惑星の見つけ方もいろいろあるのね。そうだな。肝心のフォーマルハウト B なんだが、この惑星は地球から約25光年離れており、地球から見て南の魚座の方向に位置しているぜ。フォーマルハウト B は一体どんな惑星なの？それがあまりわかっていない。え？直接撮影されているのに？そうだ。確かに直接撮影された惑星ではあるんだが、この検出はダストや罠などの惑星周囲の物質による反射光であるという説や、木星型惑星の大気からの熱放射を検出したものであるという説が出ているんだ。そもそも惑星ではないんじゃないかという説すらある。謎に包まれた天体なのね。現在では、微惑星の衝突によって生成された塵の雲に覆われた惑星であるという説、大きな輪によって囲まれた惑星であるという説が考えられている。フォーマルハウト B が惑星であると仮定した場合、その上限質量は木星質量の3倍未満、あるいは2倍未満と言われている。場合によっては、木星質量の 0.5 倍程度であると推定している学者もいるようだ。振れ幅がそこそこ大きいわね。木星よりも大きいかもだし、小さいかもってことでしょ。ただ、2020年にフォーマルハウト B を再解析した論文では、フォーマルハウト B の像が時間の経過とともに薄く拡散していく様子が明らかとなった。それは何を意味しているの？つまり、フォーマルハウト B であると思われていた天体は、小惑星同士の衝突で生じた塵の雲に過ぎないという説を支持する結果となったわけだ。ってことは、惑星じゃない可能性が出てきたのね。そうだな。直接撮影されたからといって、存在を断定できるわけではないのね。心霊写真みたいだわ。また特殊な例を持ち出してきやがって。次の太陽系外惑星は、初めて巨星の周囲を公転している系外惑星として知られる、リュウザイオタ星 B だ。
地球からは約101光年、リュウザの方向に位置している。巨星？テレビ番組の司会者や放送作家、競馬の評論家に参議院議員も務めたことのあるあの人のこと？それは大橋巨星さんだろ。私が言っているのは巨星だ。巨星っていうのは、かなり簡潔に言えばでかくて明るい星だ。そのまんまの意味ね。典型的な巨星の半径は太陽の10倍から100倍、明るさは10倍から1000倍であると言われている。ちなみに、巨星よりも明るい星は超巨星や極超巨星と呼ばれるぜ。キャラクターの強さのインフレが起きて、技名にも悪影響が及んだ漫画みたいなネーミングしてるわね。有罪オタ星 B は、2002年に有罪オタ星の研究を行っている際に発見された。さっきも言ったように、当時は巨星の周囲を公転している惑星が見つかるのは、この天体が初めてだったんだよ。巨星に惑星系が存在しうることを証明した生き証人ってことね。公転周期は約510日程度、加減質量は木星の8倍以上はあるだろうと推定されているぜ。だが、何分遠いもんだから詳しいことはあまりわかっていない天体でもある。残念ねー。ちなみに、2014年に国際天文学連合は、太陽系外の存在が確実視されている惑星とその構成に正式名称を与える企画で、有罪オタ星 B にも一般の人から投票された名前が付けられたぜ。どんな名前なの？ヒュパティアという名前だ。ギリシャの有名な天文学者、数学者、哲学者であった女性、ヒュパティアに由来するそうだ。女性の学者の名前なのね。それなら私の名前が惑星に付けられる日もそう遠くないかも。そうかもねー。さあ、どんどん行ってみようか。次はなんていう惑星なの？次に紹介する太陽系外惑星は、逆行軌道が初めて観測された系外惑星、WASP-17b だ。逆行軌道？何それ？天体運動における逆行には複数の種類があるが、WASP-17b の場合は姿勢の自転と逆方向に公転する逆行惑星であると考えられている。これはなかなか珍しい性質で、逆行軌道をとっているのが事実であるならば、最初の逆行惑星の例となる。何があって逆行なんて運動をするようになったの？他の惑星と接近した際に強い重力的な影響を受けた、未発見の晩星による影響、などの仮説があるが原因は明らかになっていない。まだ定かではないのね。WASP-17b は、地球から約1000光年離れており、地球から見てサソリ座の方向に位置しているぜ。そこそこ遠いわね。光の速さでも1000年かかるってことだもんね。逆行軌道以外にも面白い性質が WASP-17b にはある。どんな性質なの？それは、平均密度が極端に低いことだ。極端、そんなに低いの？WASP-17b の直径は木星の 1.5 倍から2倍はあるのに対し、質量は木星の半分程度なんだ。そして、平均密度は 0.08 から 0.19 グラムパー立方センチメートルしかないんだぜ。それってどれくらい低密度なの？地球の平均密度が 5.515 グラムパー立方センチメートル。木星の平均密度が 1.326 グラムパー立方センチメートルだ。WASP-17b の密度が特別低いのがよくわかるだろう。地球は岩石惑星だからわかるけど、ガス惑星である木星よりも全然密度が低いわね。でかいのに中身が詰まっていないなんて、まるでホラのできた樹木だわ。樹木と惑星を同列には語れんだろうがな。さあ、次に紹介する惑星、グリーゼ 581G は霊夢のお眼鏡にきっとかなうはずだ。なんで？なぜならば、グリーゼ 581G は生命が存在しうる条件が備わっているからだ。なんですって？グリーゼ 581G は地球から見て天秤座の方向、距離は約20光年離れている。20光年ならそこそこ近いじゃない。それで、どうして生命が存在する条件が備わっているってわかるの？それはグリーゼ 581G が姿勢であるグリーゼ581のハビタブルゾーンのほぼ中央を公転しているからだ。なるほどね。ハビタブルゾーン内にある惑星には、水が液体として存在しうる可能性があるんだったわよね。その通りだぜ。グリーゼ 581G の表面はマイナス31度からマイナス12度という温度で、地球と比較してみれば寒冷な環境だと感じるが、水が液体として存在するには十分な条件だ。質量は少なくとも地球質量の 2.2 倍はあるだろうと考えられている。かなり寒くはあるけれど、温度的には生命が存在できる条件を満たしているのね。地球に対してどれだけ組成が似ているかを表した地球類似性指標あるいは、地球類似性インデックスと呼ばれる指標の値では、グリーゼ 581G は 0.76 という高得点を記録している。ちなみに、地球が1だ。7割以上も地球に似ていると評価されたのね。それは確かにすごいわ。しかし、そんな生命の存在が可能なグリーゼ 581G の希望にも暗雲が立ち込めている。暗雲、どうして？
実は存在しない可能性が現在出てきているのさ。なんですって？研究チームがグリーゼ号 81G とグリーゼ号 81D の再分析を行ったところ、この二つの惑星の存在を示すパターンが完全に消滅してしまうことが明らかになったんだ。このことから、現在ではグリーゼ号 81G が存在している可能性はかなり低いと考えられているぜ。なんてことなの？また一つの可能性が絶たれてしまったのね。じゃあ次に解説していく太陽系外惑星は、WD1145+017b だ。それはどんな惑星？WD1145+017b は白色矮星 WD1145+017 の周囲を公転している地球型惑星だ。地球型惑星ってことは岩石系でできている惑星ね。地球から見て乙女座の方向に位置しており、距離は約570光年離れている。そして、最も特徴的なのはこれまでに発見されてきた惑星の中で最も質量が小さいということだ。どれくらいのサイズ感なの？直径は約 2000km で、これは準惑星ケレスの約2倍くらいだ。質量に関しては地球質量の 0.01 倍程度と言われているケプラー 37b よりも小さいと考えられている。小さい、もはや比較対象が準惑星だもんね。WD1145+017b は火星の恒星から非常に近く、表面温度は約3700度にまで達するぞ。軽くて熱い惑星なのね。3700度もあればタングステンが液体になるし、チタンが気体にもなっちまうぜ。聞き慣れない金属ね。タングステンは白熱電球のフィラメントや、電子レンジのマグネトロンにも使用されるほどに耐熱性に優れた金属だ。それが液体になっちまうんだから、とんでもない熱さだってことがわかるだろ？行列ね。火星に近いということもあり、WD1145+017b は火星の熱によって蒸発しているんだぜ。さっきの話を聞けば、そこまで驚きもしないわ。火星の放つ熱によって WD1145+017b の岩石質の成分は表面から蒸発していっている。それじゃあ、小さい WD1145+017b がさらに小さくなっていっているのね。蒸発した成分は塵となって火星の周囲に集まり、熱い塵の円盤になっているんだ。そうやって WD1145+017b は、さらなる蒸発などによって将来的に崩壊するだろうと考えられているぜ。具体的にはどれくらいの時間で？あと1億から2億年ってところかな。まだ先のようにも思えるけど、宇宙的には割とすぐかもね。最後に解説する太陽系外惑星は、天の川銀河の中心に位置する惑星、オーグル 2005BLG390LB だ。それはどんな惑星なの？オーグル 2005BLG390LB は、地球から約1万8000光年から約2万5000光年離れた場所にあり、サソリ座の方向に位置している。オーグル 2005BLG390LB の姿勢である、オーグル 2005BLG390L の正体はまだ判明していないが、太陽ほどのエネルギーを放射しているわけではない。しかも、姿勢であるオーグル 2005BLG390L との距離は 2.0 から 4.1 天文単位でそこそこ遠いぞ。最低でも地球から太陽までの距離の2倍はあるってことだもんね。太陽系なら火星から木星までの距離に相当するぞ。火星の熱がそこまで高くないことと火星までの距離が遠いことが主な原因で、オーグル 2005BLG390LB の表面温度はかなり低いものと考えられているぞ。どれくらい？マイナス220度くらいだと考えられているぜ。この温度は酸素や窒素といった、地球でならば通常は気体であるような物質も固体になっちまうぜ。その辺の物質が固体になるなんて想像もつかないわ。地球のような岩石の核を持つ惑星であると考えられているが、もしも岩石型惑星でないのなら天王星のような冷たい氷惑星だろうな。どっちに転んでも寒すぎる惑星なのね。特徴的な太陽系外惑星を7つ解説してきたが、どうだった？私が思っていたよりも宇宙が広いことを思い知らされたわ。こんなに特徴的な太陽系外惑星があるなんて知らなかったもの。そうだろうな。暑かったり寒かったり軽かったり存在していないかもしれなかったり、いろいろあるもんだろ。もしかしたら、今回解説してもらった惑星よりももっと特徴的な惑星がいっぱいあるかもしれないしね。ああ、多分、いや絶対と言っても過言ではないだろうな。まだまだ調査の進んでいない惑星なんて5万とある。いや、5万なんてもんじゃないでしょ。いや、それは言葉のあやだよ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。